関西オープン2日目が始まろうとしています。関西オープン歴代優勝者杉原輝夫さん、北原さん、おはようございます。藤田さん、野中さん、山本さん、りょうくん、ケネディ野田孔明さん、チョミンさん、武藤さん、集合源ちゃん、加藤が大好き、ピクヤ好きともあると。どうやら関西オープンという試合はプロとアマチュアのオープン競技、日本最古のオープン競技らしいです。ということで、2オーバーで迎える2日目、いやいや雨がしゃたる中始まろうとしています。はい、バンカー練習場に来ました。スタート1時間前ですね。今日はなんとか雨が持ってくれそうな感じもあります。今日は昨日の夜から雨が降ってグリーンがかなり柔らかくなっているので、まあスコアは昨日より出るんじゃないかなと予想されます。そんな中でカットラインが、予測していた1アンダー2アンダーより上回るのかどうか、もしかしたら3アンダーまで上がる可能性もありそうです。となると本日必要なスコアは、5アンダーということになるんで、なかなか厳しい展開になりそうです。はい、ショットレンジに来ました。今日は今のところ忘れ物ゼロでいけてます。非常にスムーズで嬉しいです。最終ホールズもバーに来たの。アメリカホビー。前半アウトスタートインスタートで18番オービス。18番オービス。そこまでずっとオールパーでバーディー取れず、来て我慢からのオービス、もうなんかそれでポンと弾けた。なんか簡単にやってる人と難しくやってる人が分かれるコースだね。分かれますよね、うん、だってアンソニーとタケヤさんもそうだよね、ホールインワンしてるし、タケヤさんこっちは我慢して、あしんどいなってゴルフしながら完璧だな、ポンポンと入っちゃって、うん、それぐらいのなんかサービスが欲しい。毎朝
インスタライブやってるんで、ぜひそちらの方も見てみてください。あら、顔出ちゃいました。はい。はい、2日目終わりました。今日はパープレということで、トータル2オーバー、ちょっとカットラインが今日は実は、雨でだんだんこう、ね、厳しく2アンダーとか3アンダーとかグリーンが柔らかくなってコースが優しくなるのかなと思いきや、カットラインがこう、ね、下に下がって1アンダーも、今60以内入ってる感じで、どうやら1アンダーが通りそうな感じです。まあ、今日かなりピンがシビアに振ってあったのと、午前中僕らのスタートの時に結構気温がものすごく低かったので、まあ、その影響かなと。ただグリーンは昨日の雨でよく止まるようになってたので、まあコースはまあ優しくなってる感じもあるんですけれど、その気温と今日はピンポジションがかなり厳しかったので、まあ、その感じでスコアがあまり伸びてないという感じです。で、まあ、僕のゴルフとしては、まあ、そうですね、まあまあいい感じでずっとパーでしのぎながら、最後の7番ですかね、でバーディーを取って、8番もねちょっとバンカーからチップインそうになってバーディーバーディーってくればね、最後バーディー取ると1アンダーに行けたんですけれど、8番最後の、ね、パー3のバンカーでもうちょっとで入りそうだったんですけど、ちょっと入らずで、最後、まあ、もうイーグル取らなきゃ絶対ダメだろうという状況の中でサードショットを引っ掛けてしまって、まあ、左のラフに行っちゃったということで万事休すかなという感じで、まあ、アプローチ逆目の難しいところは行ったんですけれど、まあ、このくらいに寄せたんですけど、まあ、それをちょっと外したというちょっとまあ情けない、フィニッシュだったんですけれども、まあ、状態としてはそんなに悪くなかったんですけど、やっぱり昨日の、ちょっとねボンミスというか、そのユーティリティでちょっと引っ掛けたのが OB になってしまった、これが結局最後まであと引いてしまったのかなという感じがしました。はい、はい、まあ、今日も、まあ、いろんな難しい状況での、まあ、耐え忍んだパーもたくさんあったんですけど、まあ、パターがポン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 こう入ってくれたらこう、まあ、いけたかなっていうような内容だったですかね。まあ、そうですね、はい、まあ、たらればはないですけども、まあまあね、まあ、今の実力のまんまですけれどもね、まあ、グリーンが硬いんで、まあ、こういうコンディションっていうのは本当に実力出ますんで、はい、やっぱり今の選手のレベルの高さっていうのはすごく高いんだなと感じました。やっぱりみんな飛ぶんで硬いグリーンなんか結構こう問題なくこう止めれるんだなっていうところが、まあ、一番感じましたかね。そうですね、はい、次戦は、まあ、野島です。もう来週ですね、はい、そうですね。どうですか、一旦レギュラー挟んでこの感じ。いや、やっぱりレギュラーツアーっていうのは、ね、いい練習もできますし、その当然コース行って、ね、この緊張感も全然違いますし、やっぱりこういう緊張の中でできるっていうのは非常にこうありがたいですし、すごくこう本当の自分と向き合うこともできますし、本当のゴルフを追い求める上でやっぱりレギュラーツアーに出るっていうのはすごく感謝しかないですね、はい。今回アイアン3セット持ち込んでの調整の末でしたが、次戦アイアン変わるとかそういうことは可能性はありそうですか。そうですね、まあでも今、19年モデルのキャロウェイのなんちゅうモデル、エイペックス、まあまあいい感じではあるんですけれど、やっぱりちょっとね、フェードを打ちに行った時にショートアイアンにちょっと引っかかるかなっ
ていう感じはちょっとあるんで、うん、やっぱりどうなのかな、やっぱり少しだけ被ってるんで、うん、ちょっとね、被ってないクラブもちょっと試したくもなってきてるんですけれど、うん、まあどうしようかなっていう感じですね、うん、はあ、今回新しく作ったクラブ3本うん、入れてみてのラウンドでしたけど、はいはい、ステルスのスプーン、あー、はいはいはい、ステルスのスプーンはえらいやっぱり飛びますね、うん、楽に250は超えるし、うん、もう今までのキャロウェイだと、ね、もう大昔のクラブだから、うん、やっぱり250って結構一生懸命打たないと250いかないんですけど、まあ、フェアウェイから打っても、まあ、250、7、8いきますし、うん、ちょっとね本気出すと260何本飛んでくれるし、うん、まあやっぱり楽ですね、はい、ステルス、はい、そしてユーティリティは、はい、19度と21度、はい、UW ですね、エイペックスの、はい、あれもね非常に大堀裕次郎君も、はい、いいですねユーティリティって言ってくれましたし、うん、まあ一発目のねデビューで OB 打ったんで、うん、パー3でね、はい、パー3じゃない、パー4で刻みに行ったのがちょっと引っかかったらバウンドも、ね、左に行って大火になったんで、まあそれからはもうそのクラブの特性が分かったんで、うん、まあいい感じでしたけれども、まあまああれは結構使いやすいです、うん、ちょっとウェッジの、ね、ダブルスプーンやる必要ないかなっていうのがあって、あ、なるほど、はあ、ウェッジの、うーん、今のピッチングと52度の間を埋めるような感じ、はあ、42.5 度ピッチングがすごい立ってるんで、はい、まあ、その間の47度、うん、まあ、48度を52度みたいな感じで、うん、まあ、ちょっとやりたいな、どうしようかなというところですね。なるほど、はい、まあ、シニアツアーになるとちょっと距離も短くなるんで下を充実させた方がね、そうね、良さそうな感じもしますね、確かに。ただ箱根はね長いんで、うん、まあ結構ね上の方もちょっと大事っちゃ大事なんですけどね、うん、なるほど、はあ、まあちょっと作戦考えなきゃいけないですね、はい、はあ、じゃあ次回も次戦もね頑張りましょう、はい、あとゴルフパートナー推薦も推薦決まったといただきました、はい、あとダイヤモンドカップと、はい、そちらも推薦いただきました、はい、のでそちらでね、はい、ちょっともう試合が続きますね、はい、ちょっとやっぱり僕試合が続いた方があのいい感じに体が仕上がってくるんで、はい、ちょっと頑張っていきたいと思います、はい、はい、じゃあ今回はお疲れ様でした、はい、惜しくも予選通過になりませんでしたけど応援してくださった皆さんありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい。